なるから。くらえ。このムービーで撮って、そう、個性が出る。マクさん普通、金沢感ない。行きましょうか。うぃぃぃぃぃぃぃそうな、はい。どうしたのあなたら。暑い。暑さでいろいろ変になってる。はい、おはようございます。はい、今日の SSTR お疲れ様でした。はい、朝起きたら体バキバキでだけど、あ、まあ今日も頑張っていきましょう。お茶まるまる一本飲んだのにまだ喉乾いてる。お茶じゃ喉乾くぜ。辛いよ。カフェインじゃダメだよ。これじゃ、これが乾きに飢えている。ノーツッコミやめてください。当直さん、あのウインカーが曲がってる。右側のなんかへにょってなってる。このまま行かせてあげた方がいいかな。ちょっと触ります。触ってみましょうか。あ、なんか怖い。もげそう。なんかどっか止まった時。うん。金沢バイバイ。バイバイ。は？じゃあ無事高速の乗りましたんで、はい。本日どこ行くんでしたっけ？白川 GO! ああ、そういうこと。そう、なんかね、外れてますね。うん。あ、後ろなんだ、前じゃなくて。うん。どこなんだろう、ちょっと情けない感じになってる。パワー。あの音なった。うわー、綺麗だなー。これ超えたか。そうね、これをね、これを超えていかないといけないから。なんもないぞー。山しかねー。やばいやばい。あ、来た。合計9キロは長いっすね。昨日は舐めてましたね。どんどん寒くなっていく。うわやべえやべえ。あ、ここ寒い、ここ寒い。おお、普通に寒い。そう、ここ全然寒いけど、それありえそうですよね。大丈夫だった。あ、大丈夫だった。あ、また温まるまでちょっと時間かかりそうですね。相当冷えました、さっきは。あ、ダメだ。あ、寒い。何に謝ってんすか。あったけ。あ、そして寒い。寒いね。わー、綺麗。うわー、すげー、田舎。田舎を越えとるけど。臭い。あ、臭っ。なんであそこだけ急に臭いんすか。トンネルも臭いな。なんかいるんすかね。特急物が。見える？なんか。予告よ。この予告よ。お、来た。白川郷。あっつ。気温に対する感情の起伏が激しい。怖い。早引きあるなって思ったけど、道の駅だったな、普通に。はい、こんにちは。おはようございます。ドブロク祭り。OK です。涼しい。この後寒いになるけど。やめて。汗かいたからやめえな。確かに。白川郷良かったですね。ね。すごい。めちゃくちゃ見どころあったわ。そう。まあ見てないですけどね。うん。チラッと見えたけどね。ね、まさかの。道の駅寄るだけっていうね。せっかく来たのに一切見ねえっていう。今日はしゃあないですね。うん、バイ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 白川郷バイバイ。
こっから部活。あー寒い。あー冷える。1本終わり。あー10キロ、10キロ、これ10キロ。あ、アホ、アホやろ。アホいっすよ。寒い。残り10キロで帰ってる。確かに1万900ぐらいやったんで、実質11キロっすね。バカっつって、しぐるいが出てくる。あー、トンネル終わった。寒い、寒い、寒い。確かに寒いっす。あー、冷える、冷える。あー、いい、あー、ぬくい。あー、寒い。あー、ぬく。あ、ここそこでもないっすね。全然ダメだった。あー、寒い。おい、寒いやー、寒い。あー、短い、短い。ワゴジやったらワンチャン寒くない。寒いわ。事故終わった、もしかして。めちゃくちゃ苦しんでたじゃないですか、あんた。一番苦しんでましたよ。え、え、まだあった。この長さなら寒くないでしょ。ちょっと寒いな。 1.7。 絶対寒いわこれ。あー寒い。やったぜ、あったか。あー、ようやくじゃ。標高日本一 185m。 あ、マジで。ここ日本一なんや。うわー、指示機なしプリウスや。指示機なし爆速プリウス。またプリウス速いのが来たな。あ、プリウスとプリウスの激アツ行動バトル。負けるな、プリウス。次回プリウスシス。いや、行く末がマジで気になるな。もう山すげ。プリウスどうでもよくなったわ。プリウスさん、君のことは忘れないよ。忘れました。はいだー。はい、じゃあいい。ロックショー、ロックショー、ソーランショー。いやー、ソーラン節のスレを思い出した、マジ。はい、わざーい。ね、そうね、名古屋橋に気をつけてね。ああ、名古屋じゃないから。ああ、名古屋は行ってないか。名古屋は行ってないか。お疲れ、バイバイ。はい、またね。はい、というわけでハムが消えました。寂しいよ。多分動画編集しよる俺、こいつら気持ち悪いとか思いながら見てる。あいつは仕事が休み取れなかったのでダメでしたと。あ、でもそれを置いといて、私たちはもう一泊します。で、目的地、はい、どこでしょう。はい、若さん。ああ、マジっすか。あ、そうです。というわけでマルスって言ったらあれだな。長野の駒ヶ根っていう場所ですね。あの、酒飲みじゃない、酒飲みっていうかウイスキー飲みじゃないと全然知らんと思いますね。あとは登山する人。そうなんですよ、この駒ヶ根はなんか登山スポットなんで有名みたいです、やっぱ。で、我々は、ウイスキー蒸留所に酒を飲みに行きます。最高最高。昨日も大概飲んだのに、酒を飲み。おっしゃ、着きましたね。駒ヶ根着きました。はい、あ、早太郎温泉ゆるキャンで見た。シマリンが来た時のやつですね。今車が曲がった。あ、行き過ぎた。あれだった。今のだった。じゃあちょっとこの先で U ターンしましょうか。U ターン。ちょっと待って。これをね。あった。おい。お。あ、これですね。駐車場止めていいかな。西山、そう。いいじゃないですか。坂だから50ミリ、どこに行くか。はい、おっ。よっしゃ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、酒飲みたすぎて走るっていう。あ、水きれい。すごいよなこれ。あ、めっちゃきれいなんですよ。しんど。
まそう。絶対うまい。やつ2日目お疲れ様でーす、はい、あーうめえ。バリバリすぎてパラいいなって。エフェルト味噌ピッツァです。あーざらすさーざらすさーざらすさー。くらえ絶対いいね。こんなくらえくらえ、くらえ、賢い。くらえ。でも絞ってないのを買ったと思いました。最高でした。ここマガネ来る人はマジでこの店行った方がいいですね。コスパ良すぎ、コスパ良すぎ、コスパ良すぎて。うわ変な人がおる。